むつみ西部学区の至る所にあるこの石のベンチ、愛、夢、緑と書いてあゆみと読みます。この言葉にはむつみ西部学区の歴史と文化、そして未来への思いが込められています。宮地町、発祥寺町、明石部町、中野郷町の4町からなるむつみ西部学区は、昭和37年当時は1400人が住む農村地区でした。それからおよそ半世紀、現在の人口はおよそ1万2000人。店舗が立ち並ぶにぎやかな県道から一歩中に入ると、閑静な住宅街に溶け込む神社仏閣、そして昔ながらの田畑が広がる風景などが今と昔を忍ばせます。むつみ西部学区の歴史や文化を4つの町ごとに紹介しましょう。はじめに宮地町にあるかすめ見当神社です。犬の頭という名前の由来は、戦国時代の武将宇都宮康藤の危機を身を挺して救った白い犬から来ています。また社殿にある狛犬は、岡崎城主本田豊後守康重が徳川家康の武運長久を祈って寄進したものです。境内には一筆啓上日の用心、おせん中すな馬肥やせの手紙で有名な本田作左衛門重次が生まれた地であることを示す石碑が立っています。本田作左衛門はどのようなお方だったんですか？はい、徳川家康に仕えた武将です。それでですね、行政面で大変功績のあった方です。ここに三河三奉行と書いてある、そういう奉行として活躍しました。それでその活躍した中でですね、家族や人を思いやるとか、それから信念を持って行動したっていうようなところが見られます。私たちはその思いを受けてですね、一筆啓上作座の会を立ち上げて取り組んでおるところでございます。続いて明石部町にある奥和神社を紹介します。五穀豊穣の神様を祀る奥和神社、毎年10月の第2日曜日に行われる秋の例大祭では、おみこしが町内を練り歩き、厄年の皆さんによる餅投げが行われるなど、町民総出で盛り上がります。発祥寺町には町の名前の由来となっている発祥寺があります。平安時代中期に建立された発祥寺は、かつては六房を数える大きなお寺でした。山門では室町時代の作といわれる仁王像が水晶の入った目を輝かせて参拝者を出迎えます。発祥寺町を語るときに欠かせないのが、室町時代から作られているという発祥寺ネギ。冬場に旬を迎える甘くて濃厚な味わいのあるネギで、愛知の伝統野菜に認定されています。最後は中野郷町が誇る伝統芸能、チャラボコ太鼓です。太鼓のリズムを言葉で言い表しているチャラボコ太鼓は、三河地方に伝わる独特の伝統芸能です。太鼓の胴体が金属でできているため、カンカンと高い音が出るのが特徴です。
このチャラボコ太鼓は毎年11月の第1日曜日に行われる例大祭で奉納されます。今年は11月5日に行われるので、皆さんぜひ見に行ってください。むつみ西部学区は歴史だけの町ではありません。こちらは矢作川の堤防沿いに整備されている菜の花遊歩道です。むつみ西部学区は歴史と伝統の町というイメージでしたが、こちらの遊歩道はとても現代的に整備されていますね。あ、そうですね。ちょっと歩いてみるとケンパーがあったりいろんな施設がありますけども、特に今は秋のコスモスと、春は菜の花、冬は水仙、その3つをキャッチフレーズにしてみんなで管理しています。また西部小学校の子どもたちも来ていただいて、我々と一緒に菜の花やコスモスの種を撒いて、後でみんなと一緒に楽しんでます。今回はむつみ西部学区の歴史や文化、そして地域活動をご紹介しましたが、本当に見どころいっぱいですね。はい、実は10月の22日日曜日に、ここ西部学区の良いところ、また由緒あるところを回っていただこうと、ふれあいウォーク祭りというイベントが開催されるんです。ふれあいウォーク祭りは11箇所のチェックポイントを回りながら約7キロのコースを歩く西部学区の秋の恒例行事です。各ポイントではゲームやお菓子の振る舞いがあって、大人から子どもまで大勢の人が参加します。これは楽しみですね。私も西部学区の魅力をより知るために参加してみようかな。はい、ぜひお越しください。各ポイントにおきまして皆さんが大歓迎していただきますよ。ふれあいウォーク祭りは10月22日日曜日に西部学区一帯で開催されます。ぜひご参加ください。歴史、地元の特産品、そして地域住民の交流と、このむつみ西部学区には魅力的な町の要素が全て備わっていると感じました。ありがとうございます。西部学区としては歴史的にはですね、まだ20年と浅いんですが、各町にありますいろんなものはですね、歴史的に古いものがたくさんあります。現在人口は約1万2000人ほどですが、最近ではお店や病院が増えてですね、非常に住み合い町として宅地造成がですねどんどん進んでおります。我々総大会といたしましては、安全で住みよい町づくりを今後も進めていきたいと思っております。この石のベンチにあるように、愛と夢と緑の気持ちで住民の皆さんが一体となって歩みを進めていくんですね。